いやいや、かん。やあらへん、なんなん、この動画は。逆瀬川、いやいや登ったのは、伝わるけどな。肝心な部分すっ飛ばしてるわ。状況全然伝わらんし。これ、一体何の動画なん？ね、いきなり終わらすとは、どういう展開なんよ。ほんまにこれで終わりなん？マジでびっくりするわ、ほんま。もう力尽きました。本当にごめんなさい。やはり私には逆瀬川から登ることは不可能です。峠のカットの件に関しては一応言い訳させてください。一生懸命登りはしましたが、絵的に遅すぎて静止画と変わらないばかりか。不快な息遣い音声しか流れない動画は不適切かと。ほとんど自転車をしながら歩いていましたし。蜂に追いかけられて必死でしたので、撮影する余裕すらありませんでした。まあまあまあ、とりあえず、なんだかんだ言って、山頂までは行けたんだし、ここはめでたしめでたしで良いでしょう。今回、真夏という点においても、仕方ない部分はあるので、多めに見てあげてください。あっと、それから、この動画は、ここから本番ですので、視聴者さんはまだ帰らないでくださいよ。それでは本日の動画もよろしくお願いします。ヒルクライムチャレンジシリーズ第1話、六甲山脈前編のスタートです。最後までよろしくお願いします。六甲でもおなじみ一軒茶屋、過去にはその先にある六甲ガーデンテラスまで行ったことがあるのですが、今回の目的地は六甲牧場。美味しいパスタが食べられるとのことなので行ってみようと思います。六甲の一番高いところからあとは下るだけですので、到着するまでの道のりは楽なのだと思います。では六甲山脈のダウンヒルの模様をお楽しみください。腹ごしらえ完了。六甲牛乳、ボロネーゼパスタ、チーズソフトクリーム、最高でした。真夏の陽気ではありますが、標高700くらいの場所ですと空気も冷たく快適でした。元気が出てきたので、そのまま六甲牧場から南へまっすぐにある日本三大夜景の一つで有名な摩耶山、筑西岳へと向かいたいと思います。どのような景色が待っているのか、とても楽しみです。
この先少し下って最後は登る、そのような道のようなので上り坂に負けず頑張りたいと思います。それでは行ってみましょう。お、ついに登る映像あるんやな。題名ヒルクライムチャレンジとしときながらダウンフル映像ばかりやったんでちょっと心配したぜ。さあ頑張って登っていこう。マヤ山到着、見事な絶景、最高ですね。あの過酷なヒルクライムを乗り越えた後、ここに立ち寄るのは勇気がいると思いますが、私は立ち寄るべきだと考えます。見てください、この絶景、最高のご褒美が待っていますよ。生き返るとはこのことですね。さて、今回の動画は六甲山脈サイクリングヒルクライムチャレンジシリーズということで、しばらくこのシリーズは続きます。今後の動画もぜひ楽しみにしてくださいね。それでは次回の動画もお楽しみに。マヤさんから結局一軒茶屋まで戻ったわけやけど、マヤさん後のヒルクライム逆瀬川ほどではないにしろ結構な登りやったで。この動画の本当の意味でのヒルクライムチャレンジはこの区間やったんちゃうかな。いろいろ苦労したみたいやけど、どんどん体力つけて坂道耐性つけなあかんな。気に入っていただいた方はグッドボタン、チャンネル登録お願いします。それでは、次回の動画もよろしく頼むで。ほなな。私、自信ないな。また次回も登らされるのかしら。すっごい嫌なんですけど。